36人が亡くなった2019年の京都アニメーション放火殺人事件の裁判員裁判で殺人などの罪に問われた青葉真司被告に対し検察側は犯行は計画的で残虐非道などと述べ死刑を求刑しました青葉被告は付け加えることはないと答え決心しました青葉被告は起訴内容を認めていて刑事責任能力の有無や程度が最大の争点となっていました 今日の裁判で検察側は被害者に一切落ち度はなく地獄さながらの状況にさらされた恐怖・絶望感は筆舌に尽くしがたいと述べ犯行は計画的で誠に残虐非道と非難しましたまた被告が抱えていた小説のアイデアを盗まれたなどという妄想の影響は限定的で極刑を避ける理由にはならないとして死刑を休刑しましたこれに対し弁護側は死刑の残虐性を訴え 死刑を選択すべべきではないと述べました裁判は最後に青葉被告が質問などに答えることは自分のできる範囲でちゃんとやってきた付け加えて話すことはございませんと意見陳述して決心しました判決は来年1月25日に言い渡される予定です